ザボトムは、カリブ海のショーアンテキル諸島に位置するオランダの特別、自治体、サバ島最大の集落であり、行政上の中心地である。人口は462人。サバ島の中央にそびえるシーナリー山の西南陸、標高260メートル余りのヒアンバルに位置する。集落は西に、グレートヒル、東南に、タイズヒルといった山に囲まれている。この地形から、 この町はもともと古いオランダ語で、ボールを意味するデボッテという名で呼ばれていた。現在の地名は、デボッテが英語に転化したものである。島の主要な港である、ホートベイはザボトムの南にある。ホートベイから登る坂道はザボトムにつながる一本のみである。ザボトムには、島の集落を結ぶ一本の道路が走っており、ウィンドワードサイド、 ヘルズゲート、セント・ジョーンズといった島の他の集落に繋がっている。ザ・ボトムには行政庁舎やサバイカ大学が所在する。また、病院や福祉施設、3つの教会、図書館、運動場があり、また多くの店舗がある。夏には、サバのカーニバルが開かれる。シティ・パプアレーション、デハット、ザ・ボトム、サバ、サマリン・オブ・クライマタロジクルデータ。 ピリオド1971から2000ミティラロジェクルデパートメントキューラサウ2016年9月22日閲覧ありがとうございます